今回はですね、はい、実際に M&A だったり売却した後に事業が伸びてるのかっていうところで、まあ、最近で言うとその ZOZO の前澤さんが Z ホールディングスに売却したことがかなりこう話題になって、まあ、だいぶ時間も経ったので実際こう事業が伸びているのかとかそういったところを見ていきたいんですけれども、はい、ZOZO って実際なんか篠さんって結構ウォッチとかされてました？売るときはニュースせいあったんですけど、はい、売った後ってあんま見ないですよね、はい、で、まあ、見てなかったんですけど今回まあちょっと調べてみたら僕の予想と反したというか僕はやっぱり前澤さんあってもZOZOだろうと、はい、だから Z ホールディングス買っちゃうと、はい、落ちんじゃないかなと思ってたんですよね、はい、じゃあ蓋を開けてびっくりなんか伸びてるっていう話なんで。そうですね、はい、今回ちょっとそのあたりちょっと見ていきたいんですけれども、はい、なんかそのやっぱりカリスマ社長がいなくなると、まあ、篠さんも多分持論として結構落ちるんじゃないかって多分持たれてると思いますし僕もそんなイメージあったんですけど、はい、まあ、直近っていうわけではないんですが一応まあ年ベースで見たときに、はい、1年半経って売上が2割、営業利益6割と増というところで本決算ベースでかなり伸びていると言えると思うんですけど、はい、このあたりちょっと篠さんに解説いただいてもいいですか？そうですね、で一応私もそのどうなんで伸びてるかっていうのは多分皆さん気になると思うんですよね、はい、で、はい、僕もいろいろ調べたんですけどなんかもう本質一つしかないなと思って、はい、でちょっと中沼さんにも考えてほしいんですけど Z ホールディングスって最近だと、まあ、出前館とか、はい、まあ、LINE とかもそうですかね、はい、で買ってるじゃないですか。でやることって全部一緒なんですよ実は。うーん、何か分かります？何でしょう、なんか営業力強化してるとかそんなイメージがあるんですけど、だから確かにお金がめっちゃ使えるんでなんかお金使ってるっていうのもあると思うんですけど、まあ、その一つとしてもうテレビ CM バンバン売ってるんですよ。あ、そうなんですね。しかも全部本田翼使うんです。え、そうなんですね。確かに LINE 本田翼、確かに確かに、そう、はい、で、はい、僕ちょっと調べてみたんですよ、はい、じゃあ ZOZO も実は、はい、広告宣伝費が、買収前は10億もいってない、あの3ヶ月で10億いってないやつが17億とかもう約2倍ぐらい上がってるんです。で ZOZO って僕はあんまテレビ CM 売ってるイメージないんですけど ZOZO も実は本田翼が CM 売ってるらしいです。あ、そうなんですね。でだから多分 Z ホールディングスの戦略ってテレビ CM 下手くそな会社を買収できてテレビ CM 打つんじゃないかな、まあ、テレビ CM 戦略が超得意なんでしょう。なるほど、うまいなと思って。結構その前澤さんっていうとなんかこう ZOZO スーツちょっと展開してみたりとか結構新しい取り組みをなんかこうやっぱ創業オーナーだからできたっていうのもあると思ってまして、ちょっとこう経営者変わってそのあたりってどう見られてますか？あ、当然その ZOZO のレベルからさらにそのGAFAとかのレベルに行くためには一つの、まあ、めちゃくちゃその世界初のアイデアが必要だと思うんですよ。でただまだ ZOZO のフェーズってまあ、まだそのソフトバンクとかも全然いかない状態だからまだまだガーファ目立つ位置じゃないんで、とりあえずやれることからやっていこうっていうのが Z ホールディングスの考え方かなと。テレビ CM 戦略なんてある意味横転が簡単に効くじゃないですか。だからとりあえずやってみて、で実際その ZOZO スーツって Z ホールディングスの決算説明しようだと、まあ、失敗作みたいな言われ方をしていて、そういう扱いになってるんですね。確かに ZOZO スーツってあんだけ話題にして前澤さんが頑張ったけど結果的に ZOZO スーツ持ってる人は見たことないじゃないですか。確かに確かに、なんかタンスの隅にある感じですね。で発想は素晴らしいですけどね、僕としてもそっちの前澤さんの方が面白いんですけど、やっぱ面白いことをやる前にまだ伸ばせる方法あるよねっていうのが現実的な伸ばし方をしたのが Z ホールディングス。だからある意味前澤さんから Z ホールディングスに変わって一段落伸びた後にそっからの伸ばし方っていうと難しいかもしれないですね。じゃあまあ5年とかあるタイミングで厳しくなるかもみたいな感じ、うん、そこからはカリスマ性のある社長が必要かもしれないですね、うん、っていう感覚でした。いやでもすごいですね、なんかやっぱりこうちょっと予想と違ったといいますか、だからこれからも Z ホールディングスの戦略、これはまあでも Z ホールディングス自体も戦略として言ってるんですよ、広告マーケティング戦略みたいな、あとまあ PayPay とかその LINE Pay とかいろいろありますけど、ペイメントを利用したこうシナジーと広告戦略みたいなのに至ってるんですよ。だから多分そこに当てはまる会社の買収していくんじゃないかなと思いました。実は単純なことだったってことがね、僕の今回のあれで分かりました。まあ、実際なんか時価総額も一時期こうガンと落ちてるんですけど、そこから V 字回復してまた最高値付近までこう伸びてきていて 1.27 兆円と、とんでもない数字になってるんで、すごいっすね。いや Z ホールディングスすげえなって思いますね、こんだけうまくやってる。いやまあちょっと今回は、はい、まあ、かなりシンボリックな、多分これ以上ないぐらいこう創業者のこう売却としては有名な一応案件だったんでちょっと取り上げてみました。はい、はい、この動画を見ていいねと思っていただいたらグッドボタンとあとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。